はい、枝館チャンネル岡田ジャパンでいます。よろしくお願いいたします。さあ今回は藤枝鑑定団での撮影になります。前回静岡鑑定団でプッチョ、鬼滅の刃のプッチョやったんですけど、まあ1070個はやべえなと思ったんですけど、次の日うちに来たら500個発注してましたって言ってて、これ500個ってやばいぞ。ちなみに藤枝鑑定団と静岡鑑定団だと背の大きさ的に倍くらい違うんですよ。だからその500個っていうのは結構でかいって言って、今回はアミューズ景品に入ってるってことなので、そちら取っていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、ではやってきました。見てください、このおびただしい数のプッチョを。こちらを500円やって何個取れるかっていうところをやっていきたいと思います。だいたいね、中間200円くらいなんですよ。3つぐらい取ったらいい感じかな。まあ隣にもね、他にも鬼滅のラスカルとかもあるんで、まあ他にもいっぱいあります。じゃあ取っていきましょう。ここら辺と上の方が意外と滑って落ちやすい。不穏な空気が流れますね。頑張って頑張れよ。さっきのとこ行こう。もう一回結構刺さるんですよ。ただあるんじゃないかなと思うけど、こいつのやつもこいつで、まあ、そう簡単にはいかんね。行こう。お、これ2ついけるんじゃん。あと200円。さあ、で、これ、お、1個来た。これまだあるよ、まだあるよ、ここ。200円。片付ここら辺で出してた方がいいかも。とりあえず安牌でもした方がいいんじゃない。これを。じゃあ、だいぶこっちにやって。じゃあ、行こう。あ、やべえ、ラスト。おー取った。まだあるよ、まだあるよ。あー惜しい。まあやっぱこんなね、うまくはいかないということです。で、結果2つ取れました。ただね、うまくやればね、落ちそうなんですよ、ここら辺とか。あとこういうのとか、もしかしたらラッキーあるかもしれないです。よかったらお店まで遊びに来てください。じゃあ今回はこの辺で、バイバイ。